なあデイジー、ちょっと話を聞いてくれ。ピーチがいつまで経ってもこっちを振り向いてくれないんだ。今までクッパから何回も助けてきたのに全然こっちを振り向いてくれないんだよな。ピーチを助けるために何回命を落としてると思ってんの。でね、最後のクッパのステージまで行ってさ、クッパを倒したと思ったらさ、鼻にチュってするだけじゃん。鼻にチュだよ、鼻にチュ。もう結婚してくれてもよくない？いやごめんなデイジー、愚痴っちゃって。今日呼び出した本当の内容っていうのはそうじゃないんだ。デイジー、僕と付き合ってくれないか。なんでだって？ぶっちゃけ誰でもいい。それじゃあ今日もですね、みんなでバトルやっていきますか。よし、これ最初さ、このアイテム取っていこうね。最初誰も取ってないけど、このアイテム取っていきます。多分ですけど、いい、ちょっと待って、ルイージルイージひどい。うわ、絶対湖だと思ったんですよね。うわ、ルイージも当たってるルイージ当たってるね、早いね。ここそんなに難しいわけじゃないよ。いや、やり返してやりたいけど、いやもう無理だね。うわ、カエル、カエル熱いね。カエルめっちゃ早いでしょ。すぐに追いつかれそうだな。よし、ここでカエル僕も手に入れます。よし、このままカエルマッハで行こうかあのキノピオもカエル手に入れてんのかな。うわ、手に入れた。うわ、今手に入れたのか。いやもうここ当たってもいいから早く取ろうか。よし、よし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 え、ルイージ乗ってくださいってなんだろうね乗ってくださいってなんだろうね。うわ、キノピオ待って、キノピオ待って、早い煽られた。ちょっとさ、僕思うんですよ、たまにあるのが、あのピンク S プラスの人とさ、あの A 隊の人当てるのどうかと思わない？いくらさ、マリメ人口がね少なくなってきたからといってちょっとそこはどうかと思うんですよ。結構運コースっていうのはねあるんですけど、まあうんこみたいなコースっていうことじゃないよ、運、完全に運で決まるようなコースっていうのは多いんですけど、それでもね、あんまりそのピンク S プラスの人とさ、あの A 隊の人をね当てることはね、任天堂さん僕かわいそうだと思うんですよね。A 隊の人が下手っていうわけじゃないんですけど、やっぱ S プラスのあのピンクまで行くとね、やっぱ実力がめっちゃすごいんですよ。やっぱ同じコースも結構当たってると思うんですよ。あ、このコース知ってるみたいな。 A 隊の人はさ、やっぱ分かんないじゃんそんなのさ。そういうことでもうね、もう歴然とした力の差が生まれてくるわけですよ。 S プラス同士だったらね全然いいんですけど、せめてレートはさ、もう上下500以内ぐらいでね収めてほしいと思うんですよ。最近マジでちょっとレートがダダ下がり中でね、うん、見て5287 てかみんなでかいで、ね、下ネタマシンガン。そろそろですねマジで勝ちに、まあ、勝ちがないとまずいんですよ。レート僕はね、あの6000を目指してるところでいや本当に6000目指してるんですよ。うわっ、ちゃよし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 、ラファイヤー取っていけばよかったかな。どうなんだろう、やったかったビチクソビーヤ強いビチクソビーヤ 3D ワールドボスラッシュ。うわ、ボスラッシュか。 3D ワールドってさ、結構操作難しくないね。え、多分そう思ってる方結構いると思うんですけど、どうだろうね、みんなどう。これ取る、これ取る。ボスラッシュだったらアイテム取りますね。キノピオ一緒に取っていこうね、一緒。キノピオやったキノピコ取らないでくれたね。さて、あ、ここもキノコ出るの。まあボスラッシュっていうぐらいだから、このブンブンが倒し終わってもねいっぱいいると思うんですよ。よし、まあ、全然急がなくてもいいと思うんで、このまま渡っていきます。よし、じゃあ中間ポイントも取って次の土管ね。これはプンプンか、今度プンプンだね。ここ、ここ上から行こう、上からの方がいいね、これ。さあ、今度ここ、やったなんか、結構運いいね、今回ね。うー、ちょっと待って、兄ちゃん、兄ちゃん待ってね。よし、うわ、これ最後っぽい、最後っぽいね、これ。よしよしよし、うわ、これは全員取りたい、これ絶対最後でしょ。よしよしよし、いけ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 、オッケー、やった、これ僕でしょ、やった。え、1位でしょ、ここここここ1位でしょ、やった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 。そしてちょっと前からなんですけどね、まあ、僕に対する誹謗中傷がすごいんですよまあ1人か2人ぐらいなんですけどね、いやマジですごいんですよ。
まあ、Twitter だったりね、あの YouTube のコメントだったりするんですけど、まあ、YouTube のコメントは僕、誰かがコメントしてくれたらね、すぐ見れるようにして、まあ、そういう不快感のあるコメントはね、すぐ削除させてもらってるんですよ。だからね、みんなはもしかしたら見てないかもしれないんですけど、まあ、どんな感じのかって言ったらね、いや、ちょっと待って、ソニー、ちょっと待って。あ、キノコ欲しい、キノコ欲しいのに、キノコ欲しい、キノコ。ちょっと待って、これむずいね。これはこのまま渡っていきます。レイジ、ちょっと弟仲良くしようね、弟仲良くしよう。いや、ちょっと待って、よしよし、オッケー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 。で、このまま渡ります。レイジ下大丈夫、いける、下いけるのかな。あ、いけるっぽいね。大丈夫大丈夫。わ、チャンス、めっちゃチャンス。いや、ちょっと待って、これうっガッガッガッ、はい、はい、よし、これは勝ちたい、これはいや、これは難しいでしょう。一つアイテムあれば絶対いけたんだけどな。みんな多分あそこでやられると思うんで、このね、スーパーキノコをね、大事にしていきましょう。多分これがあればあそこクリアできると思うから、もうこの状態でね、行こう。まあ先にね、ルイージとキノピコが行ってるんですよね。まあ、アイテム取ってんのかな、どうなんだろう。行く、キノピオ、やっ、ちょっと僕が許せなかったコメントがね、一つあるんですよ。みんながせっかくね、あのコメント打ってくれてるのに対して、それをですね、なんかお前のコメント欄長いやつばっかで明らかに怪しいって言ってるんですよね。そしてね、なんか自己嫌悪みたいな何言ってんだこいつと何言ってんだろうこいつとか思っちゃって、いや、さすがの僕もちょっと怒っちゃったかな。僕が悪く言われるのはいいんですよね。まあ、実況者さんで嫌いな人っていうのはね、まあ、少なからずいるんですよ。合わない人っていうのかな。僕もまあこの人合わないなっていう方もいるだろうし、まあ、みんなもねいると思うんですよ。でも嫌いとかまではないかもしれないんですけど、合わないなっていう方はねたくさんいると思うんですよ。まあ、それでね、まあ、合わないなりにね別に何もしなくていいと思うんですけど、まあそれでも言ってくる人っていうのはたくさんいて、まあ誹謗中傷でね、まあ、自分が言われたらねどうなのかっていうのをねその人に言いたいんですよ。まあ、自分の親とかさ、まあ、友達とかさ、バカにされたりとかしたら、まあ悔しいよね、やっぱ悔しいよね。そういうことをねやっぱやってるんですよ、そういう人たちって。なんでそういう理解がないのかなって僕思うんですけど、ちょっと待って、キノピオ、キノピオ、いいよ、ちょ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 、あ、待って、あぶない、やられて、いやー、すり抜けてきたね、やるね、キノピオ、うわー、これ危ねえ。よし、このまま渡っていきます。これ上、上でいい、うわー、これ大丈夫大丈夫、やった、来た、これ勝ち確、アイテム、アイテム欲しいね。ここアイテムあったら激アツですよ、激アツフィーバー。これ激アツフィーバー、来た、やったで、このまま渡っていきます。よしよし、このアイテム大事にしていきましょう。えー、これ落ちる、落ちるやつじゃん、マジ危ねえ、これマジ危ねえ。オッケーオッケーオッケー、よし、このまま多分ゴールあるでしょ、多分もうそんなにねゴール遠くないはずです。ここでゴールかな、やった、オッケー、ピコーン、ピコーン、ピコーン。じゃあみんな待っておきますかね、こんな難しいコースだし、久々にみんな待っておきます。来た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 、あー、かわいいね、キノピオ。ね、ありがとう、いいえ。あー、なんかアバターもかわいいね、この人。キャッチボールか、キャッチボールしようぜ。ふふふ、楽しいね。ごめんなさい。あ、やっぱやられてるんだ。ゴールする？どうする、キノピオ。キノピコちゃんもね、まあピコちゃんもちょっと気になりますけど、ちょっとキノピオ、みんな待たれるのも悪いし、ゴールするか。あー、ピコちゃん来た、危ねえ、ゴールキーや。ちょっと待って。この動画が良ければ、グッドボタン。そして、ピオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。